お、どうやらセーブが完了したばりで、これはチャンスだわ。たま今のうちにデータを。ウィッター、アクセス。おいおい、何してんだお前ら。こら、逃げるタワー。みんなもデータの管理には気をつけようね。おう、マイターン。頭のセーブは基本中の基本だぜ。お疲れ様でした。またプレイしてくださいね。そうだね。じゃあ次回もまたこのスーパーロボット。マサト君、ちょっとどうしたの？大丈夫？マサト、誰に言っている？ミク、マサト君。あら、こんな時にタイミング悪い。任せておけ。こんなゲームを何度も何度も。愚かな連中だ。貴重な時間を無駄に消費していることにも気づかぬうざい奴らだ。ちょっと、いくらなんでも失礼でしょ。あれ、どうしたんだ、ミク。あ、ずるい。次回もこのスーパーロボット対戦を。あ、せいぜい楽しむがいい。そう、ここで終わるのね。早い。これからこの私が華麗な大活躍を見せようって時に。だって人には生活があるもの。もうしょうがないわね。その代わり10秒以内に戻ってきなさいよ。それじゃあコンティニューと変わりないわ。さて、お約束の終了メッセージ、予告編風に言ってみっか。次回、機甲戦機ドラグラー、アップと D2 ダイエット大作戦。あ、こら、俺の出番を。おいおい、そんな話原作にないって。まあ、タップも D2 も重そうだしさ、もうちょっと身軽になった方がいいと思ってさ。余計なお世話だっての。星の数ほど人がいて、星の数ほど出会いがある。そして別れ。本日のプレイお疲れ様でした。データのセーブは完了です。後のことは私と思い金がやっておきますので、安心して電源を切ってください。しばらくお別れですが、早いうちにまた再会してくださいね。じゃ。おうおう、若いくせに頑張るじゃねえか。え？だがな、ゲームばっかりやってんのは感心しねえ。おや、いいこと言うじゃないか、大佐。ゲームが終わったら飯を食え。もっと飯を食うんだ。そうすりゃわしのような美しい肉体にだな。美しいね。こんにちは。連合宇宙軍少佐の星野瑠璃です。この度は
本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。今後もスーパーロボット対戦シリーズをどうぞごひいきに。え、今回は長い？決め台詞？そう言われてもやっぱりリアル系なので。じゃあ、星のきらめきは人の思い、この先はゲームで。じゃ、人よにて天津国まで伸びゆくは日差後のごとき宇宙の螺旋。スーパーロボット対戦楽しんでいただけたかな。遊びはここまで。中断。何？舞い散る白人、あまたの希望、風に舞う蝶に宿りぎを、生き急ぐ音色に日だまりを。立ち止まれ迷う者よ、何時の名は旅人。次回再会。夜は音に満ちて。休憩休憩っと。ねえねえどもん、聞いて聞いて、私の行きつけの屋台にさ、中華まんじゅうを一口食べただけでうまいぞって叫ぶおじさんがいてさ、今度一緒に行こうよ、ねえ。うん、では参ろうか、アレンビ。あれ、ちょっとどもんはどこなの？それはさておき、皆の者、たまには休むようにな。では、さらばだ。ねえ、ドモンはどこ？今日はもうおしまいなのかい？そうみたいだね。でも、君はこのままゲームを終わらせることも、再開することもできる。戦いと睡眠は等価値なんだ。君が何を言ってるのか分かんないよ、カオル君。さあ、電源を消してくれ。そうしなければ、君らは眠ることができなくなる。